お元気ですか？ジュースジュースの宮崎優香です。アップアップガールズ各仮の森崎です。この番組はアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの最新情報、今知りたい話題や活動に接近していく番組です。新しい出会いを提供できるようにジャンルを問わずお届けしていきますので、どうぞ最後までお楽しみください。ということで今回の MC は私たち2人なんですけれども、はい、まずはそれぞれの自己紹介と活動についてお話しさせていただきます。私宮崎優香はジュースジュースというグループで5人組で活動しています。そしてリーダーを務めさせていただいております。ジュースジュースは2013年の2月に結成されまして、その年の9月にメジャーデビューしました。そして2016年はジュースジュースはずっと目標だった日本武道館公演を行わせていただきました。そして2017年は海外でも活躍できるグループになりたいということでワールドツアーが決定しております。そして最近ではジュースジュースは4月26日に最新シングル時短なダンスフィール感じるを発売させていただきました。私森崎はアップアップガールズかっこかりという7人組のアイドルグループで活動しています。富士山の山頂でライブをやったりとか、自衛隊の教練体験をしたりとか、ホノルル駅伝走った30分後ぐらいにすぐライブをやったりとか、本当に破天荒なことをたくさんするアスリート系アイドルグループです。私たち最近は昨年の11月の8日に、ジュースジュースのね次の日に、はい、日本武道館で単独ライブを行いまして、そこで発表したんですけれども、私たちアップアップガールズ括弧2期という私たちの妹分が最近入ってきたりして、なんでしょうね、こう私たちのこう破天荒なことをさらにこう一緒に楽しくできる仲間が増えました。よろしくお願いします。さあそんな私たち2人なんですけれども、はい、実はこうやってちゃんと一緒にお話というか、そうだよ、ね、するのは初めてなのですごい緊張してるんですけど、私もゆかちゃんって呼んでいいよね。呼んでくださ い, 私のことは森さんって言ってました。さん付けは嫌だよ。年がちょっとだけ、ちょっとだけで、森っていいって呼んでください。無理です、無理です、無理です。なんてことを。ぜひ森っていいって呼んで、みんなにも、ファンの皆さんにも、はい、アップガのメンバーからにも森っていいって言われてるので、ぜひぜひ森っていいって呼んでもらえたら嬉しいなと思います。いや、モリティさん、うん、モリティさん、ありがとう。じゃあそれでも実はさっき共通点を1個見つけたんですよ。っていうのもフランスが好きなんですよね。で、メイクポーチが、私がたまたまエッフェル塔の絵を描いたメイクポーチを持ってたら、うんうん、好きなのって言ってくださって、うんうん、そこが唯一の共通点を発見したんですけど私もエッフェル塔のメイクポーチを、はい、私は、ね、意図的には好きなので、うん、あえてエッフェル塔のメイクポーチを使ってるんですけれども、ね、こうそんなところで共通点があってね、はい、嬉しかったです。はい、この今回の厚紙をきっかけにまた、うんうん、仲良くといいますか、はい、またお話しできたらいいなと思っています。ぜひぜひ。それでは今回の厚紙スタートです。アップカミ、お届けするのはジュースジュースのライブ映像です。今回は4月26日に池袋サンシャインシティ噴水広場で行われたリリースイベントから時短なダンスをご覧いただきます。どうぞ。地球が
他の楽曲はですね、本当にジュースジュースに今までなかった攻めの一曲といいますか、初めて聞いた時にこれはジュースジュースの新曲なのか、他のグループの新曲が来ちゃったんじゃないかってちょっと疑ってしまうような新しいジャンルに挑戦していまして、あの振り付けがあのこのシェーみたいなポーズがあったりとか、踊っててすごく楽しいんですよ。楽しそう。はい、あの今まであの結構かっこつけるとこはどんだけかっこつけれるかっていうことを意識したぐらい本当にかっこいい曲が多かったので、こういう楽しい楽曲は今までなかったから、すごいライブとかでも皆さんでジダンダドンドンっていう声があのすごい聞こえてきたりとかして、すごい楽しいなって思うのと、なんかまた新たなジュースジュースをぜひぜひ皆さんに見てもらって、純粋に一緒に楽しんでもらえるそんな一曲になったらいいななんて思っています。なんか拳ファクトリーみたいな曲だよね。そうなんですよ。そう、一瞬拳の曲かなと思ったけど見たらジュースが歌ってるって、はい、私もびっくりしました。はい、ね、そうなんですよ。この楽曲も、あのもっともっとブラッシュアップして、いかにふざけられるかといいますか、今までジュースジュースは変顔を全然してこなかったんですけれども、みんなで、はい、あの変顔したりとかオーマイガーとかやったりとかしてるので、そんなジュースジュースも楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。はい、ジュースジュースも気づけば結成からもう丸4年経って、あのもう5年目に突入しているんですけれども、これからもどんどん新しいパフォーマンスに挑戦してグループをレベルアップしていけたらいいなって思っています。よろしくお願いします。アプカミ、続いてお届けするのは杉田二郎さんのライブ映像です。今回は4月22日に新宿文化センターで行われた公演から戦争を知らない子どもたちの映像をご覧いただきます。どうぞ。それじゃあの全員でこの歌をこれからも歌える国でありますようにっていう思いで、みんなで戦争を知らない子どもたちを歌っていただきたいなと思います。僕らの名前を覚えてほしい、戦争を知らない子供たち、さI'm not afraid to die.
飛びました。ゲストの皆さん本当にありがとうございました。そしてミュージシャンの皆さんもありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。ご覧いただいたのは杉田二郎さんで、戦争を知らない子どもたちのライブ映像でした。はい、私たちにとっても大先輩の杉田二郎さんなんですけれども、今年2017年はなんとデビュー50周年ということで。50周年すごいですよね。素晴らしいですね。50周年って私たちはまだ経験したことのない年数、ね、といいますか、私たちの2倍だね。そうですね、うん、あの今年70歳ということで、うん、20歳からされてたんですかね。そうですね。すごい、50年もねこう歌い続けることができるというのはすごく、うん、本当に素晴らしいことだなと、うん、思いますね。すごい歌声も素敵で、うん、心にスッと入ってくるっていうか、ね、本当に歌が好きな方の歌ってなんか本当に素敵だなって改めて感じたりとか、はい、なんか映像でご覧いただいた通り、うん、杉田二郎さんと親交の深い数々の豪華アーティストの皆さんがいらっしゃって、びっくりしました。本当にスペシャルな一日だなっていうふうにも思ったりもしたんですけれども、うん、私たちもね、はい、ずっとずっと本当に歌い続けていけたらいいなと改めて思いました、はいはい、コンサート情報など今後の詳しい活動については杉田二郎さんのオフィシャルサイトをご確認ください。アプカミ、お届けするのはアップアップガールズカッコカリのライブ映像です。今回は4月の16日に新宿ブレイズで行われたライブの中からですね、最新シングルの1曲フォーエバーヤングをご覧いただきます。どうぞ。はみ出すために設定されてない人に会う
こう私たちがテンション上がるところとみんなが一緒なんだなっていうのをすごい再確認できたからすごい楽しかったし嬉しかった、はい、まだまだツアーは続きますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして5月9日発売のニューシングルアッパーディスコ、そしてボイボイヤングもよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで以上アップアップガールズカッコリーでした。さあフォエバーヤングなんですけれども、はい、なんとねメンバーのピンク担当の古川小夏が振り付けをしてくれたんですよ。すごい。そうなんですよ。あのマネージャーさんから、はい、肩組みっていうこうワードをいただいて、はい、こう肩組みに沿って振り付けをね小夏がすごいそうしてくれたので、こうなんだろうな、もちろんねダンスの先生につけていただくダンスも、はい、本当にもちろん楽しくあの、はい、踊ってるんですけれども、こうメンバーが振り付けしたものは、うん、なんだろうな、やっぱりこうさらにこう愛情を持って、うん、踊ることができるというか。そうなんですよ、こなっちゃんいつもありがとう。すごい。そしてね、あの、はい、フォーエバーヤングのミュージックビデオはですね、うん、なんと、マラソンにチャレンジしたミュージックビデオになってるんですけど、はい、朝の9時からですね、約5キロぐらいかな、5キロを走りまして、すごい、はい、あのワンテイク OK ということで
そうなの、ずっと5キロ走り続ける中撮影してもらうんですか。そうなの、5キロ私が走ってカメラ回っててずっと走るみたいな、そうなんですよ。すごい、すごく超青春な、うん、ミュージックビデオになっていますし、こちらはですね、私たちの妹分グループであるアップアップガールズ括弧2期のメンバーも、はい、一緒に撮影に参加してくれてますので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。そしてですね、結成当初からメンバーであった千石みなみと佐藤あゆのが先日卒業発表をしました。2人のね、新しい夢に向かってもちろん私たちも応援していますし、2人にはさらにこう夢を追いかけてほしいなと思いますし、私たちももちろん前向きに捉えていますので、ぜひ皆さんこれからもアップアップガールズカッコ仮、そしてアップアップガールズカッコ2期の応援ともどもよろしくお願いいたします。アプカミ、お届けするのはアプカミ初解禁となるミュージックビデオです。今回はこちらの2曲をお届けします。どうぞ。何でもできるって何もないのと似てるねって言われて、何も言えない私の何でもない一日がどんなにかけがえのないか分かってきてるつもりだよ。それじゃダメなの。君はいつもよくわからない話でとても楽しそう。君になりたい、君になりたい、君になりたい。今の自分を歌ってるような、詩と曲調を大森聖子さんに書いていただきました。今回の PV はそういった意味では今まで撮ってきた PV とまたちょっと変わったというか、なんか今までの PV はなんかスタッフさんが周りにいてなんか見られながら撮ってたんですけども、今回の PV は見ていただければ分かると思うんですけども、ひたすらシーンの中でのリップシーンがメインだったんです。もう夜ですね、夜新宿の街をですねタクシーでずーっと同じ場所をずーっと回りながらロケしていたんですけども、ちょっと私そういうの楽しかったです。逆にカメラマンさんとプロデューサーさん、ディレクターさんと私とあと運転手さんの4名だけでずっとPV を撮影していたので、車の中のちょっと斬新でしたね。すごい楽しかったです。ちょっとリップシーンにも切ない表情とかもしてるので、ぜひ注目して見ていただけたらなと思います。あとは花火のシーンで思いっきり口開けて笑ってる吉川優なども見ていただけたらいいななんて思ってます。よろしくお願いします。
写真には残らないシュートという曲は、はい、ある男の子がずっと試合に出るために、練習をしてずっとベンチにいたんですけれども、うん、ある時チャンスをつかんで試合に出てシュートを決めるというストーリーを歌っています、はい、この歌のように私たちもずっといつメジャーデビューできるのだろうと思いながら、3年半活動をしてまいりました、はい、そしてこの度メジャーデビューをさせていただくということで、うん、この歌のように写真には残らない毎日を一生懸命強く生きていきたいなと思います。はいはい、ということでね、写真で残らないシュート、うん、はい、MV 撮影、とても寒い中でしたけれども、寒かったです ね、どうだった？私、田崎は、うん、半ズボンだったんで、なおさら寒くって、ショーパンだよね、そうなんです、もう短いやつね、そうなんですよ、で、それで、校舎、学校を1日少しだけお借りして、うん、で、校舎でちょっと撮影させてもらったんですけども、はい、その時にね、部活で来られてる生とか、うん、わーいみたいな、応援してますとか、そう言ってくれたのがすごい嬉しかったです、はい、そうなんです。この MV 撮影は、うん、新潟の、うん、私の地元の長岡の、とある中学校で撮影をしたんですけれども、はい、実はその学校に私は通っていたわけではないんですけど、はい、前教わっていた先生が、うん、その学校にいらっしゃって、で挨拶することができて、本当にあ地元だと思って、すごいなんかその先生から懐かしい感じがしたりとか、いいですね、もうなんかね、応援してるよって言ってもらえたりとか、本当にありがたい撮影になりました、はいはいはい、ということでね、2人とも寒い中、たくさんこう表情をね、こう意識して頑張って撮ったので、はい、ぜひ見てください、はい、ではまたライブで待っています。待ってます。最初にご覧いただいた吉川優のさよならスタンダードは5月24日に発売される11枚目のシングルです。私もね、吉川優ちゃんとは、はい、チームマケンキっていう、うん、アップガとチャーベラチンクエッティと吉川優のこの3組でですね、一緒にグループで活動してるんですけれども、うん、いやまあ吉川、はい、こう何をしでかすかわからないようなちょっとね面白い子なんですけれども、はい、わかります。私も初めて吉川さんにお会いした時、うんうんうん、初対面だった時にそのスタジオで会ったんですけど、うんうん、宮崎由香と申しますみたいなご挨拶をその時田崎朝日ちゃんと一緒にさせてもらったんですけど、その時に私と田崎朝日ちゃんはお弁当を食べてて、うん、そしたらお弁当をちらって見て、うん、箸貸してって言われてお弁当を初めて会った吉川さんが私たちのお弁当を一つずつなんか好きなものを取っていかれたんですよ。ごめんね、すごい面白い方だなと思ってそこから吉川さんのことすごく大好きになって、なんかこんな明るい方がいるんだって、なんかあなんだか仲良く話してみたいなってそこで興味をすごく持って、はい、すごく面白い方だなって思いました。なんか本当に破天荒っていうかすごいですよね、面白いそうなんです。すごいちょっと、はい、独特なね感性の持ち主なので、うん、でそんないつもはつらつなね、うん、キッカが結構今回ねなんか大人っぽくね、はい、そうしっとりとした歌とミュージックビデオになってたなと思います、うん、大人っぽい表情というか、しっとりした目の使い方というか、どうしたらできるんだろうって見ながら勉強します、はい、勉強したいなと思います、はい、キッカの今後の活動がすごく楽しみです。はい、そして5月17日にリリースされるビタースイートのメジャーデビューシングルから写真には残らないシュートもミュージックビデオもご覧になられたと思うんですけれども、私ビタースイートの2人はすごく仲良しと言いますか、そうらしいね、はい、よく
個人的に一緒にご飯に行ったりとかしたりもしてて、あのもう一曲の方の幸せになりたいのミュージックビデオはもう公開、あの YouTube に上がった日に私も見たんですけど、すごいなんだろうな、2人の雰囲気というか、なんか真逆の2人というか、そんな感じの2人のその歌声だったりとか、そういうのもすごく好きで、よくミュージックビデオも見たりとかしてるんですけど、そんな2人がメジャーデビューっていうことですごく嬉しくて、おめでとうだね、はい、あの私は朝日ちゃんとあの同じ頃にこうやって上京してきたので、本当に最初の頃はずっとほとんど毎日一緒にいて、一緒にスーパーに行ったりとかしてたので、そんな朝日ちゃんがあの時16歳とかだったかな、すごい若かったんですけれども、そんな朝日ちゃんと一緒にまたこうやってまたなんだろうな、一緒に私もこれから頑張っていきたいななんて思いましたし、はい、今後もさまざまなミュージックビデオをお届けしていきたいなと思いますので、どうぞお楽しみに。お届けするのは特別企画です。今年2017年に結成20周年を迎えるモーニング娘。グループの活動の歴史や在籍時代の思い出、忘れられない瞬間を歴代メンバーが語っていきます。今回はモーニング娘。の2期メンバーであり初代サブリーダーである安田圭さんのインタビューをご覧いただきます。どうぞ。私たちの時の個性があるとはまた違う種類で個性があるし、あとダンスの種類もだいぶ変わったじゃないですか。でまたこう毎年毎年16の時も17の時もそれぞれの色になっていくっていうか、やっぱりメンバーが変わっていくとグループの色が変わると思うので、すごいねかっこいいなと思います。あの歌ってる姿も見させてもらったんですけど、すごいパワフルだし、うん、私このダンス今踊れないなって思います。モーニング娘。を知ったのはアサヤンをずっとテレビで見ていたので、あのモーニング娘。がまだデビューする前から一ファンとしてテレビで応援してました。その頃はカラコン入れて髪の毛メッシュで、あの安室奈美恵さんに憧れて、はい、アイドルとは程遠い感じの格好してましたね。もともと小さい頃から漠然と歌手になりたいなっていう思いはあったんですけど、口に出して言うのは何言ってんだよって言われそうで、なかなか言えなかったんですよね。だけど、まあ、オーディションを見ていくうちにモーニング娘。頑張れと思って、まあ、応援してたらつんくさんが増やそっかなと言ったのを聞いて、つんくさんなんてひどいこと言うんだと、ひどい、こんなに手売りしたのにって思った次の瞬間に、あ、でも増やすんだったらそれが私でもいいんじゃないかっていう気持ちになって、あ、だったらじゃあ受けてみようって思って受けました。オーディション来てた子がみんなすごい可愛かったんですよね。それで、まあ、最終選考に残ったメンバーっていうのはみんなそれぞれ結構仲良くなって、あの子が受かるんじゃないかみたいな連絡を取り合ったりしてたんですけど、徐々にこうあの子落ちたよ、あの子落ちたよっていう落ちた人の連絡が来て、え、
じゃあ誰が残ってんのって思うような意外な3人が残ったなっていうのが印象的でしたね。つんくさんにお会いした時、最終選考の時にサプライズでつんくさんがいらしてたんですけど、つんくさんに初めて会った瞬間、つんくさんがお前モーニング娘っぽくないなって言ったんですよね。もうそれを聞いた瞬間に落ちたと思って、帰りの電車で号泣しながら帰りました。とにかく信じられないのと、あと私たちの時だけ合宿がなかったんですよね。他のメンバーは結構きっちりお寺で合宿をしたんですけど、私たちあまりにもスーッと合格してしまったので、私もこれから5万枚手売りするのかなとか、この後私は何をするんですかっていう、なんかきっと大変なことが待ち受けてるんだろうなっていう印象の方が強かったですね。どうだったかな。でも家族はやっぱ心配してましたね。あんたがアイドルになれるのっていう。で、逆に放送が終わった後、学校の人たちはうわーって連絡くれて、それまで一回も放送されてなかったので、いきなり合格っていうところで私の名前バンって出てきたので、かなり地元ではみんなびっくりしてましたね。あとまあベタですけど親戚は増えました。ダンスレッスンです。歌は正直、ずっと歌ってきて大好きで、多少私は歌えるんだっていう気持ちで入ったんですけど、ただまあそういう気持ちもモーニング娘。に入ってこうあっさりと崩されて、まあ、ああそっか、プロの世界ではこんなの全然通用しないんだってまず一つ挫折があって、でダンスはもう生まれてこの方やったことがなかったので、今考えたらサマーナイトタウンの振りなんてめちゃくちゃ簡単なんですけど、本当に最初のワンフレーズを覚えるだけで2時間とか3時間とかかかってて、いや本当に大変でした。スマイスマイスマイ、どんな笑顔を見せても心の中が弱れそう。大人ぶった下手な笑顔じゃ心隠せない。大嫌い大嫌い大嫌い、ママなんかは言わない、だけど二人で言いたいの、なんか変な感じ。去年はどのことたまらない、こんな風に過ごしたの、ジェラシーなんかは感じない、誰のや気持ちだから、あ矛盾だらけ。私の中に私がいるわ、可愛くなれない私、あなたの腕に込めなくて拗ねたり泣いたりして、スマイスマイスマイ、唇見つめないで、心の中が読まれそう。大人ぶった下手なメイクじゃ心隠せない。大嫌い大嫌い大嫌い、大好き。とにかくみんな厳しかったので、でも思い描いてたアイドルってなんかこうアイドルですごくこうみんなにわーって盛り上げてもらうっていうイメージだったんですけど、あアイドルって現実は厳しいんだって思いましたね。もう人生で今まで感じたことのないくらいの無我夢中な時間でしたね。からまあもちろん睡眠時間も少ないですし、もう覚えなきゃいけないことがたくさんあるので、できないことばっかりで、先輩もまあ
きんとしたデビューからは3ヶ月しか違わないんですけど、でもすごい遠い大先輩に感じて、この人たちに追いつけるのかなっていう気持ちでした。そうですね、まあ、当時は、まあ、5人を見てうわ芸能人だっていう感覚がやっぱり最初はありましたし、で5人はすごい苦労してデビューしてるので、まあ単純に私たちが入って面白くないだろうなっていうのは察して私たち2期メンバーは入ったので、そのなんかこう隔たりみたいなのもまあしょうがないかなって当時はまあなんかまあ心では分かってましたね。でもまあストレス溜まるんでふざけんな中澤って枕投げはみんなでやってましたけどね。けいちゃんは私より年上だし、まあ、3人の中でも一番年上だったからすごいこう責任感を感じてたと思うんですよね。でもなんか一つ一つが丁寧すぎる敬語で逆に面白かったというか、はじめまして安田圭と申しますとか言うんですよね。だからそれがもっと肩の力抜いてもいいのにとか、手を乗せさせていただきますよろしくお願いしますかってすごい丁寧に言うんですよ。でもその間もカメラで撮ってるから目線も合わないし口もね、なんかこう笑ってる形にならないから、もういいから早く終わりたいとかってなんかゆうちゃんとかに言われてて、すごい丁寧な言葉使ってたからそれが面白かったってみんな言ってましたね。ごちんも当然そうなんだろうなって思ってたら、まさかのセンターに入るっていう事件が起きて、そこへの悔しさをプチモニにぶつけたっていう感じですかね。カオリンがしっかり怒った後は私がちょっと話を聞くとか。ご覧いただいたのはモーニング娘。20周年企画の映像でした。はい、安田さんはモーニング娘。の2期メンバーであり初代サブリーダーなんですけれども、私たちにとっても大大大大大先輩なんですけれども、モリティさんは、嬉しい、モリティさんはモーニング娘。さんに憧れて入ったんですかね。そうなんですよ、モーニング娘。さんに憧れて2004年にハロプロエッグのオーディションを、はい、受けたんですけど、当時が私10歳とかだったんですね。あ、そう、小学校5年生でモーニング娘。のオーディションは12歳からだったんですよ。あ、でまだモーニング娘。のオーディションが受けれなくて、でもどうにかしてモーニング娘。に近づきたいなって思って、じゃあモーニング娘。が所属しているハロープロジェクトの研修生のオーディションを受けようって家族でなって受けたんですね。ずっとテレビとかも見てたんですか。見てた、見てた、もう歌番組のとモーニングさんの曲とかも、はい、例えばゴーガール恋のビクトリーとかも一人テレビの前でこうやって録画したのを練習して、はい、家でお父さんお母さんに発表会するみたいな、ずっとやってたから。そうですね、私もテレビ番組が映らない番組とかも、私石川県出身なので、ね、結構あったんですけど、でもそれでもモーニング娘さんはやっぱり大人気で、私もコンビニのレジの横に、カードがあるよね、売ってて、はいはい、毎回買ってもらってたりとか、すごい集めてたりとかして、もうペンのケース、筆箱とかみんな持ってたし、持ってた、下敷きとかも持ってたよね、持ってます、鉛筆とかも使えないなとか、懐かしい、思ったりとか、はい、すごい、なんかモーニング娘さんは、やっぱりそんだけ歴史が、そうだよね。あとね、私ね、はい、一つこう安田さんとの一方的な思い出というか、はい、私ハロープロエッグの時に、はい、ハロープロエッグがねバックダンサーを、ハロコンのバックダンサーをさせてもらってたんですけど、はい、それの一発目のねハロコンに私家が遠くて出れなかったんですよ。そう、その時に横浜アリーナにコンサートを見に行かせていただいて、はい、絶対にね私ね安田さんと目が合った気がするの。いや気がするって絶対目が合ったの。そう、気がするんじゃなくて、それはでも絶対合ってると思います。合ってるよね、意外と見えてますよね。ないよね。なのでそれは絶対合ってますね。そう、そういう一方的な思い出があります。はい、はい、アプカミオリジナルでお届けするモーニング娘。20周年特別企画、今後も様々な歴代のメンバーの皆様に登場していただきたいなと思いますので、どうぞお楽しみに。
ここからは番組が気になった商品をご紹介するコーナーです。今回ご紹介するのは E ラインナップモールオリジナルバックパック。はい、こちらです。じゃーん、じゃじゃん、じゃじゃん。いやー、ポケットがいっぱいありますね。ポケットがしかもこうなんか大きすぎない、うん、こう絶妙なサイズですね。でもしっかり入りそう、うんうん、あ、軽い。こんなにあの大きすぎないけど、こうなんだろう、ちっちゃくはないのにめちゃめちゃ軽いです、うん、すごい。あ、このところにチャックも。え、本当だ、後ろにチャックがあるんですか。これがすごい便利なんですよね。珍しい。私これ持って、あのこういう型のリュック持っててすごい便利で、うん、横からペッて開けてえいって、あいって出したら財布とか出せるんですよ。え、大型？あ、大型です。あのいつもここに自分の入れたものは覚えてるんで、この辺だなって思って出すと、すごい、これすごい便利です。下ろさなくていいんで。私ね、実はね、普段プライベートでリュックを使ったことがないの。そうなんですか。私リュック持ってなくて、はい、でもこれなら使えそう。なんか今日の格好とかにもね、意外と何にでも合いますよね。何にでも合うね。でもそれでは、うんうんうん、せっかくなので、そうだね、物を入れてみたいなと。あ、いいですね。思います。取ってきます。お、ありがとう。はい、いろいろ持ってきたんですけれども、何やらこれはあのビジネスシーンで大活躍できるということで、ね、この見た目も、うんうん、なんだろう、もうシックと言いますか。そうね、カジュアルですごくカジュアルいい感じ。あとね、ここのね、チャックのところが、はい、雨よけっていうんですか、染み込まない雨が。すごいすごい。じゃあちょっと入れていきましょうか。パソコンを入れるところがあるんですよ、うんうん、あ、このクッションみたいな。いいね、クッション中にあって、ちゃんとちょっとパソコンふかふかしているので。ふかふかしてるんですよ、実は。はい、はい、しているので。入れてみましょうか。入れます。あ、ぴったり、ぴったり。すごい、すごい。リュックってこんなになってるの、すごいな。すごいぴったりとリュックの中にパソコンが入っていて、入ってますね、入りました。こうやってパソコンを入れて会社帰りとかでも、そうね、会社、こうやって会社帰りね、会社帰りとかでもOK? 入れれるし、うんうん、グッズも会社帰りでもグッズがすごい入るんですよ、とにかく。そうだね、会社、平日さ、こう会社帰りの時間帯とかにこうリリースイベントがあったりとか、よくある、コンサートとかある時ありますからね、はい、ぜひぜひこうお仕事帰りでもコンサートに行けるように、行けるように。ちょっと入れてみる。入れてみますか。これどう、あ、ここから詰まる。あ、OK。 あ、すごいすごい、すごい深い、深いね、深い。え、T シャツ3枚入れても全然まだ楽勝ですよ。まだまだ、まだまだ入る、まだまだ入る。こういうやっぱりね、コンサート会場に来るといろいろ欲しくなっちゃいますよね。あ、こ、コンサート会場で袋に入っているタイプの T シャツね。袋に入っているのもちょっとかさばるんだけど入りますし、入りますね、やっぱり汗かくのでタオルとかも必要、うん、大事。あ、これちょっと2枚で持ちたいか。はい、入るかな。こうやってあのボックス型といいますか、うんうん、このリュックの形が四角いので大事なあの生写真とかもう、このなんていうんですか、パソコンのところにでもシュッと入れてもらえば曲がらない、折れない、最高。それ大事。しかも何といっても、うんうん、この絶対必要なサイリウム、サイリウム入れるところがあるんですよ。なんとこちらです。こちらにサイドにポケットがあります。じゃーん。なんとここのサイリウムをなんと2本余裕で入りまして、なんと3本もう1本入るので、大体みんな2本ぐらい手に、両手に持つかな、プラス電池切れた時のために予備の1本も入れられちゃうということなんですよ。大事です。はい、しまいまして、だって、あ、 T シャツ、 T シャツが T シャツだって5枚入ってる、5枚入って、タオルも2枚入ってるのにまだまだいけますからね。まだまだいけるね。すごい。ちょっとこれ背負ってみる？背負ってみますか。うん、あ、あ、すごい、すごく安定してますね。重さはどうですか？軽い。全然、全然重くないよ。だって、え、T シャツ5枚にタオル2、3枚入ってるんでしょ？はい。ペンライトも入ってるんでしょ？ペンライトも入ってます。全然パソコンも入ってるんでしょ？はい。すごい不思議。え、いいね、これ。え、ちゃんと青で合ってます。合ってるね、今日の服にも。今日のコーディネートになんか、はい、カジュアル、カジュアルダウンさせてくれるリュック。いいなぁ、え、欲しい。え、むしろもうこれで次の現場行っちゃうくらいの本当にもう行っちゃう。え、すごい、バッチリ。え、
これはいいですね。いいですね、うんうん、これあのマネージャーさんも使ってるんですよ。あ、そうなの？すごい使いやすいって言ってました。へえ。いつも横にこの、あの飲み物とか入れたりとかして、いいね、すごい良さそうな、いいなと思って見てたんですよね。確かにアイドルファン向きだね、本当にこのリュックは、はい、本当にこうやってお仕事にも行けて、うんうん、そしてその後にライブ会場に行っても生写真が曲がらなかったりとか、いいね、重要ですよ、そこすごい重要だと思う。これあともう一個カラーがあるんですよね。そうなんですよ、グレー、グレーもあるので、わ、欲しいな、これ、これいいですよね。これモイティちょっとあれだね、バックパックデビューしようかな。本当に今思いました。わあ、軽いわ。ぜひ皆さん両手も使える、チェックしてください、チェックしてください。この商品は通販サイト e ラインナップモールでご購入できます。今後も番組が気になった商品をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。アプカミ、続いてはアップフロント所属のタレントやアーティストが今ハマっているもの、そしておすすめのアイテムを紹介してくれるコーナーです。さあ今回はどなたが登場してくれるのでしょうか。それではご覧ください、どうぞ。今私がハマっているのはじゃん、イヤリングです。イエーイ。そうですね、まあ、これはちょっと一部なんですけど、いつからハマったかって言いますと中学2年生の半ばぐらいで、そんなに洋服とかあのこだわりはないんですけど、なんかアクセサリーはあんまりしたことないなって思ってた時期があったんですよ。その時にちょうどあのお仕事でイヤリングをして出た時があって、すごい可愛いなって思ったイヤリングがたくさんあったので、ちょっと私も私服でこんな可愛いものをつけてみたいなと思って買ったのが始まりでしたね。それで私のこだわりはですね、イヤリングのこの耳につける部分なんですけど、このようにあの調節できるのがすごくいいなって思ってるんですけど、結構私の耳は耳たぶはあのちょっとぶっといので調節できると痛くないっていうのがすごいいいんですけど、前にちょっと前に流行っていた形があって、さっきも見せたこういうフープになってるフープイヤリングだったり、あのこれは二重になってるんですけど、こっちは飾りがちょっとついているっていう可愛いものでして、今はですねこれなんですけど、ちょっと垂れ下がるような形のイヤリングで、すごいこういう垂れ下がるのは大人っぽく見せてくれるんですよ。なので今日の洋服にあのこれを合わせようと思ってきたんですけど、皆さんに見せるために箱に入れてきました。はい、ちょっとつけますね鏡がないとつけづらいけど、だんだんコツをつかんできました、井上ですあのこういう紐で、紐っていうかこういうチェーンとかでつながってるのもあれば、これ一番最近買ったものなんですけど、ピッっていう線でつながってるものを買ったんですよ。あのお花柄なんですね。でっかいのだとネックレスとかすごい結構派手なものをつけてると、なんかちょっとごちゃごちゃするなっていう時があるので、こういうちっちゃいものだと派手なイヤリングじゃない、派手なネックレスをしていてもチョーカーとかをしていてもつけられるなと思うので、ちっちゃいものも用意してあるとすごくファッションに困らないですね。今私いろいろおすすめって言ってきたものがあるんですけど、一番おすすめなものはですね、ドゥン、これです。ハートのイヤリングなんですけど、やっぱりどんな洋服にでもこれ似合うんですよ。ですごく便利だなって思いますし、ピンクのハートっていうのがすごい女の子らしさを引き立ててくれるなって思うので、すごく一番おすすめです。一回買ってみるとすごい楽しい、おしゃれって楽しいなっていうなんか気持ちが芽生えて、それである日
ちょっとかっこいい系のファッションをしてた時に、なんか今日のファッションにこれは違うなと思って、いろいろ探したんですけど合うものがなかったんですよ。なのでもっとイヤリングを楽しみたいなと思って、もうこんなにだんだん集まってきて、すごく楽しい日々を送っております。こういう感じで私はたくさんのイヤリングにハマっているので、ぜひぜひ試していただけたらなと思います。以上、今私がハマっているものでした。ということで今回はこぶしファクトリーの井上玲ちゃんが今ハマっているイヤリングについて紹介してくれました。はい、イヤリング可愛いよね。可愛いです。イヤリングですか？私もそう、うん、私も開けてないからイヤリング。私もイヤリングです。開けてる？はい、かわいい。私はこういうタラーンってしてるのより、うんうんうん、もう耳についてるタイプがすごい好きで、うんうんうん、キラッと光る。ライブとかでも私はこの垂れ下がるのだと、うんうん、ホールコンサートとかだと、うんうん、イヤーモニターをしてるので、ね、当たるんですよ、頭を振ると。分かる。とか、ね、なんか飛んでっちゃわないかなっていう心配があって、うんうん、こういうピタッとはめれる、あ、取れちゃった。ピタッとはめれるタイプをよくつけてて、うんうん、でれいちゃんはこのくるくるってやって調節できるタイプが好きって言ったんですけど、私はこのなんて言うんだろう、あ、もうパタッて感じかな、パタッてはまるタイプ、うんうん、これは自分の耳にもう押せばぴったりくるので、そうだよね、こういうのその方が落ちにくいもんね、落ちにくかったりするので、今はこの丸が、あ、本当だ、こういうのとかも痛くないので、うんうんうん、よかったらこういうのもおすすめかなって思います。今後私たちもこのコーナー、うん、登場する可能性があるかもしれないんですけど、はい、なんだろうな、モリティはあのフランスがさっき好きって言ったじゃないですか、はい、だからこうあのエッフェル塔のね、お着物、エッフェル塔グッズをめちゃめちゃ集めてるんですよ、あのね、びっくりするぐらいお家にあるの。そうなんです。だからそれをぜひ今回、気になる。そう、え、こんなにエッフェル塔いらないじゃんっていうぐらい。きっと思われちゃうくらい あるので、ぜひモリティなりのこだわり、エッフェル塔のこだわりを紹介できたらいいななんて思いました。私はですね、あのお洋服が好きで、あの実はそのエブリンさんっていうブランドとコラボ商品を最近出させてもらったので、うん、そんなあのお洋服を着て、あの着方だったりとか、うん、かっこよくも可愛くも着れるようなお洋服とかもあるので、うん、そういうのをぜひできたらいいななんて思ってます。はい、次回もですね、アップフロント所属のタレントアーティストがハマっているもの、おすすめアイテムを紹介していきます。皆さんお楽しみに。楽しみに。アプカミ、お送りしてきました。アプカミ、残念ながらお別れのお時間となりました。早いね。はい、初めてこの2人で番組をさせてもらったんですけれども、うん、どうでしたか。え、私すごく楽しかったし、あ、私も楽しかった。そうそう、私あのラベンダーのおかまりちゃんと、はい、このあのご飯に行ったことがあって、その時にそうゆかちゃんとも仲いいって聞いてたから、私もお話ししてみたいなって、ね、嬉しい、実はずっと思ってたんですよ。だから今回共演できてめちゃめちゃ嬉しかったです。あのすごいおこがましいんですけれども、宮本かりんちゃんと高木さゆきちゃんに、なんかゆかちゃんってモリティの雰囲気に似てるって言われたことがあって、あの、ね、モリティも言われたことある、うん、すごい、私は個人的にすごい好きだったので、嬉しいって思っていたんですけれども、そんなモリティさんと一緒に今日はできてとても楽しかったなと。仲良くしてください。仲良くしてください。よろしくお願いします。嬉しい、お願いします。はい、そろそろ本当にお別れの時間です、はい、番組へのメッセージはこちらからお願いします。お願いします。はい、今回のアプカミ、お相手はジュースジュースの宮崎由香とアップアップガールズかっこかりの森崎でした。さようなら。